はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。新一郎様、剛様、隆様、明けおめことよろたまらんちん会長様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、河野太郎との法廷闘争資金に、また政治活動資金にさせて、いただきたいと思います。改めまして、明けましておめでとうございます。皆様のおかげで、昨年は、一日も休まずに情報発信できました。本年もですね、頑張りますので、よろしくお願いいたします。皇居、英語でインペリアルパレスと呼ばれてるみたいであります。皇帝の館みたいな、まあ、かっこいいですね。インペリアルパレス。ひょっとしたら、エンペラーが天皇陛下ただ一人になっちゃったんだから、日本はただインペリアルって名乗れば、すなわち、日本のこと、で、他はないんだからね。だから自衛隊もですね、陸自はインペリアルアーミー、海自はインペリアルネイビー、空自はインペリアルエアフォースと名乗ったらいいんじゃ、かっこいいんじゃないのかな、前から思っておりますけれども、天皇陛下ご挨拶、年頭にあたり、国民の幸せと国の発展を祈ります。お祈りいただき誠にありがとうございます。午前中はですね、総理や最高裁長官などから挨拶を受けられ、午後は各国大使からの挨拶を受けられるご予定。190カ国もから大変ですね。誠に大変であります。正月から、国民のために働かれて、感謝いたします。母校、私の母校の福島県立いわき高校の校歌、の2番がですね、こういうものでした。あやにかしこきすめらぎのみことささげつやまゆかばくさむすかばね、うみゆかば、みずくかばね、ゆめわすれめや。いわき高校校歌、全国にも、世にも珍しい三拍子の校歌であります。あやにかしこきっていうのは、誠に本当に、おかしいぐらい尊い、スメラギの、天皇陛下の、御子と捧げつ、勅命を、手に山行けば草むすかばね、海行かば水くかばね、夢忘れめや、夢にも忘れるな、とこういう内容ですね。敗戦でですね、GHQ に消されちゃって、現在は1番、3番、4番を歌うことになっております。憲法もこれ式でですね、7条、8条、次10条でいいな、思っております。まあ、皇室といえばという、話でありますけれども。12月26日、文春が松本人志の性加害被害者の証言を公開。12月29日、放送の人志松本の酒のつまみになる話2時間スペシャルから半数のスポンサー企業がおりまして、10社以上あった広告が6社のみに。で、AC でしたっけ、広告枠、アクト入る政府候補 AG じゃなかったよ、 AC だよな、ばっかりになっちゃったんて。性加害の事実は、まあ、真偽不明で吉本も法廷で争う方針だが、スポンサー企業としてはまあ危ない橋を渡る必要全然ないですもんね。去年はですね、ジャニーズといい、松本というか吉本といい、ビッグモーターといい、宝塚、いじめ問題といい、清和会といいですね。複数の大物ブランドが血に落ちましたな。盤石と思われてさ、大物のブランド、が血に落ちたのが多かったな。戦後の終了がなんか始まってる感ありますね。戦後の終了。
昭和のとうとう終わりみたいな、テレビと新聞も落ちてほしいですね。そいつら落ちればですね、そいつらが全力で擁護してるから延命できてる、立憲や共産も道連れで落ちてきますからね。情報発信、一日も休まず続けたんですけど、情報の重要性について林修先生、予備校のあの今でしょの人ですね。古今東西敗戦の原因は情報不足って、言われておりました。敵がどんだけ強いか知らない、自軍がどんだけ弱いか知らない、自軍の弱点を知らない、地形がどんだけ不利か知らない、自軍指揮官がどんだけ無能か知らない、敵司令官がどんだけ言うのか知らない、敵が隠している新兵器を知らない、敵が仕掛けた罠を知らないなどなどが敗戦の原因なんだ。だってこれ分かってたら戦争に踏み切らないじゃん、いうことで、いけると思うから戦うんだよね。でそれが間違ってるっていうのがあの敗戦の全てじゃないか、なんてことを言っておられましたけれども、そういえばですね、あの武蔵野市外国人住民投票条例ね、ネットで騒いだから止められたけど、ネットない時代だったら、局地的な戦いになってね、あの、成立しちゃってたでしょうね。朝日も毎日も嘘つき字書くと、即、コミュニティノート突っ込み入るし、やりにくくなりました。嘘つきはもうツイッターやめたらって思うんですけど、何が武蔵野市みたいになるかわかりませんので、皆様も身近な情報発信よろしくお願いいたします。岸田総理年頭挨拶、明日は今日より良くなると国民の皆様が信じられる時代を実現します。この他にもなんかごちゃごちゃ言ってましたけれども、長い、省略します。世論です、お前には無理だじゃあ辞任しろ、よし増税だ、自民党の犯罪者の逮捕からお願いします、岸田に殺される助けて、辞めることが一番めでたい、もういいから余計なことすんななんで支持されてないのに続けんだろうね、いつまでもそう、いつまで総理続ける気なんだろうねこの人ね、支持率一桁目指してんのかな、なんで支持率落ちてるか、それが分かんないと、もう上がんないよ支持率、で分かってる気配ないもんね、万事一言上の空、この人に期待できることなんかもないですよね。今年の新成人は106万人、18歳ね、過去最少、今後も右肩下がりで過去最少を更新し続ける予定であります。18年後の2042年、の新成人は72万人になる予定、去年生まれた子供の数が72万人だから、人口6000万人の国づくりを今から進めるのが政治の仕事じゃないか、もう手遅れ、50代半ばの団塊ジュニアがですね、大学を卒業する頃バブル崩壊が目に見えて顕著になりました。本当はあのもっと前、に崩壊したんですけれども、50代半ば、私団塊ジュニアなんですけれども、その人らが就職するほど、あの本格的にバブル崩壊が目に見えて不景気になってきた、あとですね、ネットが一般的に普及したのもこの頃でですね、収入や見た目、住所の格差なんかが丸分かりになってですね、団塊ジュニア世代の結婚に大きなブレーキがかかってしまった、それまでは同級生の中で一番美人と結婚できた俺はラッキーみたいな、街で一番稼いでる男と結婚できた私ラッキーぐらいなもんだったんですよ。あとはあの親戚が持ってくる紹介とか、そんなもんだったのがネットの普及で、比較対象が全世界になっちゃって、そんなもんでは同級生の中で一番綺麗な綺麗ぐらいでは満足できない体になってしまった、この手当をですね政治ができなかったんで団塊ジュニアジュニアが存在できなかった、こういう風が重ならなかったら、あの団塊ジュニアジュニアがいたらですね、現在30歳前後の人の数がですね突出して、多かったはずなんですわ。だって私らの世代突出して多いんだもん。
自民党がだらしないっていうのもあるんですけどね。まあ議員はですね、みんな4年後の選挙のことばっかし考えて、30年後、50年後のことを考えて政治やる人いないもんな。手っ取り早い特定業界をですね、儲けさせて票を買うことばっかしやっててね。海外の橋だの、ビルだの建設、鉄道だのね、援助して日本企業にやらして儲けさすなら、なんで国内インフラ整備やんねえのかな。謎でありますよ。やっぱりっていうか、昨夜の紅白、韓国だらけでひどかったみたいですね。まあ、過去最低視聴率記録更新は間違いないって言われてるんですけど、私テレビないからわかんないですけど、盛り上がったのは夜遊びと寺尾明だって、私の誕生石もそういえばルビーだな、どうでもいいんですけれども、昨夜私はアマプラに最近公開、っていうか見放題に追加された懐かしい、ハリーポッター賢者の石、見ながら年越しをしてしまいました。出演者たちね、今見て本当に子供で可愛いんですよ。本当に子供。近隣住民からの苦情で、除夜の鐘を取りやめる寺院、相次ぐ。中にはですね、苦情の後に放火された寺もあるって、話なんですけど、私、犯人の国籍、分かっちゃいました。その寺の方が先にあって、寺があるの分かってて、勝手にね、近くに好き好んで勝手にね、住んでくれって言われたわけでもねえに、住み始めて、くせに文句言って、ふざけてるよね。除夜の鐘だってその寺では何百年も前からやってる行事なのに、後から来て文句言って、ふざけてるね。あと火つけるってさ、ふざけてますよね。福島県郡山市、80代後半男性が餅を喉に詰まらせ渋滞。皆様も十分ご注意ください。焼いた餅よりも雑煮でトロトロになった餅の方が危険だそうです。トロトロが気管に張り付いて取れないんだって。それとですね、餅の後に冷たいものを飲むと腸内で固まっちゃって腸閉塞の危険あるそうです。腸閉塞痛いですよ。七転八倒ですよ。ほっとくと死ぬしね。私もメッケル憩室穿孔つって腸に穴が開いて七転八倒、腹の中にですね、立ちばさみ入れられてるみたいな痛みだった。鋭利な痛みでした。雑煮食べてすぐストレングゼロとかガブ飲みとか危険ですんで、やめてください。青森署、みそがに泥酔して路上に寝てた男、署で保護したら朝死んでたわ。死亡したのは神奈川県在住の34歳男性だそうで、酒の飲みすぎ怖いっすね。その署内はあれだったの、暖かかったんだろうか、ひょっとしたら低体温症で亡くなっちゃったかもしんないな。布団とか用意してやったんだろう。おっかないっすね。というわけで、本年も誠に、よろしくお願いいたします。河野太郎と法廷闘争、NHK と法廷闘争、ありますね、今年はね。あとは選挙はちょっとこのままでは衆院選なんかできそうもねえわな、このシリーズじゃな。都知事選か、6月に。まあ、そんな感じですね。私の本年度の予定はね。皆様も良いお年をお過ごしください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。